ムザファル朝、ムザファル朝、モザファリアンは14世紀にイランに存在していたアラブ系の国家。イラン中央部のヤズドからケルマーン、シーラーズに至る地域を支配していた。王朝の創始者であるムザファル家の人間はイスラームの征服の際にホラサーン地方に移住したアラブ人だったが、モンゴル帝国のホラーサーン征服後にヤズドに移住した。 ヤズド移住後のムザッファル家は現地を統治するアタベク政権に仕えていたが、シャラー・フッティーン・ムザッファルは、イルハンチョウのある軍に侵入し、ヤズド近郊の名簿殿の代官に任命された。シャラー・フッティーンの子であるムバーリズッティーン・ムハンマドは、イルハンチョウの宮廷で養育された。ファールス地方を支配するインジュ家のカイホスローとヤズドのアタベク・ハージーシャーが対立したとき、 ムバーリズッティーンは、解放スローの要請に応じて、ハージーシャーを破る。ヤズドのアタベク政権が消滅した後、1318年19年に、ムバーリズッティーンは、イルハン朝の主アブーサイードから、ヤズドの長官に任じられる。アブーサイードの死後に、イルハン朝が衰退するとムバーリズッティーンは、ョンア朝と同盟し、1340年にョン、ア朝からケルマーンの支配権を与えられる。 ムバーリズッティーンは、ヤズド・ケルマンの支配権をめぐって、インチョ長のシャイフ・アブウイス・ハークと戦い、1350年から1352年までの間に3度にわたるインチョ長の攻撃を撃退した。ムバーリズッティーンは、貨幣から序盤長が擁立した区ツの藩、一時的に総試権を認めていたインチョ長の君主名前を削り、1351年、 52年に支配者の名前が入れられていない貨幣を鋳造して自立の意思を表明する。1353年にムバーリズッティーンは隣住町の統治下に置かれていたシーラーズを征服する。1354年、55年にムバーリズッティーンはエスファハーンの遠征を実施し、新軍中にファールス地方の山岳地帯を支配するシャバーアンカーラ国を滅ぼす。 エスファハーン遠征の同時期に、ムバーリズ・ティーンは、カイロのアップアスケに、バイヤー、中世の誓いを行い、金曜礼拝で読み上げられるフトバとカ幣に、カリフの名前を刻み、スルターンを辞称した。ムバーリズ・ティーンは、エスファハーンに逃れたアブイス・ハークを補殺し、インジューチョ長を支配下に組み込んだ。1358年、59年に、ムバーリズ・ティーンは、キプチャクハン国、 ジョチウルスの支配下にあるアゼルバイジャンに遠征を行うが、ジャライル町のシャイフーバイスが、領内に進軍している報告を受けて撤退する。遠征の期間後、ムバーリズッティーンの長子であるシャーシュジャーは、ムバーリズッティーンを排位し、シャーシュジャーが、ムザファル町の君主の地位に就いた。即位したシャーシュジャーは、シーラーズを本拠地とし、ケルマンには、 兄弟のアルバクフとスルターン・イマード・ティーン・アフマドがエスファハーンにはシャーマフムードがヤズドにはオイノシャーヤフヤーが割拠していた。シャーシュジャーは知性の初期をそれらの親族との構造に費やさなければならなかった。シャーシュジャーの弟のシャーマフムードはムバーリズ・ティーンの敗因に協力したが、シャーシュジャーの即位後に兄弟の仲は悪化し、シャーマフムードはジャライル朝と同盟して、 シーシュジャーと戦った。三百七十五年に、シャーマフムードが没するとシャーシュジャーの状況は好転し、シャーシュジャーはイラン北西部への進出を計画する。ムザフファル軍はアゼルバイジャン遠征で勝利を収めたが、シーラーズで反乱が起きたために退却を余儀なくされる。また、シャーシュジャーの長子ザイヌル・アービディーンとジャライル朝王女との婚姻が予定されていたが、ジャライル朝の攻撃によって、 スルターニーヤを喪失した。シャーシュジャーは、老いのシャーマンスールに勝利を収めることができないまま、1384年に、没する。シャーシュジャーの知性にムザッファルアサの支配領域は、最大に達し、在位中に、東方で勢力を拡大するティムール町に忠誠を、誓った。シャーシュジャーは、生前に、ザイヌルアービディーンを、後継者に指名していたが王権は、 不安定な状態に置かれており、シャーシュジャーの死後にムザフファルアサの領土は王族によって分割さた。1387年、ティムールへの侵入を拒絶したザイヌル・アービディーンは彼からの攻撃にさらされる。ティムールの兵士に抵抗したエスファハーンの住民は虐殺され降伏したシーラーズにはティムールの大官が派遣された。同年に、キプチャク国のトクタミシュが ティムールの本拠地であるマーワラアンナフルに侵入したため、ティムールはイランから撤退する。ティムールの撤退後、シャーマンスールはエスファハーアンとシーラーズを奪回し、シャーヤフヤーを排した。1392年にムザッファルアサは再び、ティムールの攻撃を受ける。シャーマンスールが中心となって、ティムールに抗戦したが敗北し、シャーマンスールは戦死した。 ムザフファルケの十七人の王族は投降したが、1393年5月に、ムザフファルケの王族はティムーによって処刑される。ザイヌル・アビディーンと彼の兄弟であるスルターン・シェブリは除名されて、サマルカンドに移送され、平穏な余生を送った。ムバーリズ・ディーン・ムハンマド地下のシーラーズでは厳格な統治が敷かれ、民衆は不満を抱いていた。詩人のハーフェズは、 ムバーリズッティーンの制作を封死し、彼のもとに主観しようとはしなかった。ムバーリズッティーンの後を継いだシャーシュジャーの時代のシーラーズには開放的な空気が流れ、学者は国から保護を受けることができた。シャーシュジャーから保護を受けた学者の一人に、法学者のサイードシャリフあるイコールジュールジャーニーが挙げられる。ペルシア文学史上に名前を残したハーフェズはシャーシュジャー友人であり、また、 彼から保護を受けていた。シーラーズに住んだ風刺詩人のウバイド・ザーカーニーは、インジュチョ町滅亡後にシャーシュジャーの宮廷に出資した。ムザファル長期のイランでは、建築物の外壁をタイルで装飾する技法の基礎が確立された。水色のタイルを使ったモザイクにより、装飾文字、複雑な幾何学模様や草花をあしらったアラベスクが表され、 1325年に建立されたヤズドの金曜モスク。1350年頃に建立されたケルマンの金曜モスクの表面はタイルによって彩られている。ムザファル長期のタイル装飾は後の時代のイランの公共建設物の多くに共通する特徴として残った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。